米をまず、丁寧に洗って、それを、炊いて。蒸飯的窍门呢，就是水的比例呢，通常米和水呢都是1:1。蒸的时间呢，火候一定要大，30分钟到呢，饭蒸出来就会很漂亮。温かいうちに、うちはあの赤酢というお酢を使ってるんで、その酢を混ぜて、まず、ネタを切って、まずサーモン、その後にボタンエビ、大トロ、あとウニとイクラ乗せて。